よろしく,ろしくぶっちぎりトークシえー皆さんこんにちはテレビアニメぶっちぎり一番星役の佐藤源です <laughs> はい皆さんこんにちは昨夜役の時春一ですさあということで本日も始まりましたよろしくぶっちぎりトークシャラなんか市原ハヤさんみたいなるけどそんなことはねえぜ <laughs> とというこで例えば11番のね、アでリを終えましたけども、今回は冒頭のね、ぶっちぎりトーク、タイトルコールも一緒に弟とやったということでございますけど、自己紹介をお願いしてよろしいですかわかりました、どうしようかな、一番星の弟、月と、並びに羅生丸、演じさせていただいております、八代拓ですよろししくお願います。 ありがとうございます。お願いします。やっ,やっとお話できる機会がね。もう十一話を今撮ったところで、もう本当ストーリーも大詰めですよ。うん、いやそうですよ。とんでもないことになっちゃったね。月と、えー、<laughs> 月ほんと本当一番佳境も過剰。<laughs> もうどうなっちゃうの俺。<laughs> ね、どうなっちゃうの俺、ね。すんごいことになってますけど。助けてよミちゃん。<laughs> いや何とかしてやりてんだよ弟は。<laughs> 俺だって何とかしてよ。十一 <laughs> 話。あかったっすね。兄弟の話がね。ねねまあまあ十話の時からなんかちょっと十話がね時にいいシーンでしたけれども、えー、改めて月斗という役を演じるにあたって、うんうん、意識したこととかこういうの頑張ったななんていうところあったりしますか。ああまあいろいろありますけど一番はあまり周りと取り合わないこと。お<ー>まあその取り合わないことで。 彼のそののそある種のあーまあどちらかというと悪い意味でかな、はい、悪い意味で、うん、考えがまとまりすぎちゃって周りの人も本当に愚かだなかわいそうだなって思うと <laughs> まあ、あんまり期待しないじゃないですか。あんまり言葉も 掛けるようで掛けてないというかう、で、それがなんか越に浸ってるようにも見えるしっていうのは意識しましたね、土門様以外はああ、そうか土門様だけはちゃんと、なんか面と向かって心を向けて会話してましたけど、うん、他はマジでゴミクズのように見ました <laughs> そうだね <laughs> なんか英語も喋ってたしねそう, <laughs> そう、英語も喋っあれびっくりしちゃって 俺が一番びっくりして、る俺が一番びっくり。え台本見て、まあ、ちょうどね、そういうね、まあ、ね、いろんな時期で、もしかしたら、海外の人とも交流を図ってたのかもしれないからね。ただ、それもまた、やっぱ、あの、浸りながら喋りましたね。英語も越に浸りながら。一瞬でも、恥ずかしがったら、終わると思って。 でもねそのまあはたから見たらというか僕からしたらそれこそ一番星も見てたしでその後月とか登場するわけじゃないですか一番星の個性がつよつよだったからでしかも兄弟ってどういう感じになるんだろうってのね役者さんたちであったりとかそれこそ監督さんたちも結婚でどうしようみたいなこと思ってたんですけど。 いやなんか最初うわこういういやこっちも苦節ええなと思ったけど今日のねあのタイトルコールもそうだけどすげえ結果的に兄弟感が出たなみたいな風に思ってるわけですよ嬉しい嬉しいですね別にでもさ最初役作りをしていた時にあの一番星の声を元から聞いてたわけじゃないんでしょ全然気にしなかったなんでああなったのいまず俺今だから言えますけど俺八代さんと兄弟役やってたねあの 俺が兄だと思わなかったんすよ。まずまずここね。いやそうだよ本当に。これで俺が弟とかだったら分かるね。分かる分かる。全然ある。要はあのアニメのまあ個室的にもあるだろうなって。俺最初兄って吉野さんの兄ですか俺って最初多いのは改宗編だったりしますからね。子供の時にお兄ちゃんってやしろくが言って。すごい声出していただいて。本当にねなんかあのわいわいわいとか言いながら洋食にもらっただけ。お兄ちゃん。 それはそれ自分の役に悪やるよ。まあちょっと誇張しましたよね。今はちょっと誇張します。まあまあでもそうだよね。それぐらいのまあでもだからそこが正直一番なんだろうなうん、まあ、ネックというか大丈夫かなっていう不安はありました。なるほど。源君単純に皇室としてもそうだし、あ源君の弟かと思ったけどでもまあキャラ見たらあまあまあなんかその月と いいい意味でも悪い意味味ででももこういろんな一番星にはしてない経験もしてるし逆にその達観というか一つの結論に至るのが早すぎたから幼いんだけど一見ちょっとまあまあ年齢感年齢不詳感が出てもまあ成立するキャラクターだなっていうのはあったしあとそれこそちょっと印象的なシーンにもつながるんですけどあの一番星にさ バカ野郎って言われるあじゃんやりましたやりました俺あそこでも俺あそこであ、はい、兄貴だって<ー>すっごいなんか来て、うん、まあもちろんそのなんだろうな関係性として、はい、あのちょっとこうやっぱ一番星の存在を改めて意識し始めていた時期でもそうですねあったじゃない、うん、の上にあのねあの バカ野郎がむちゃくちゃゃく兄貴で、はいだからそれまではね、まあ、正直兄貴なんだけどさ月と、はい、のキャラクター的にもあんまり兄貴って思ってない正直。うんうん、でもあそこでうわやっぱ先に生まれた兄貴だっていう感覚がすごいズシーンときて。 俺もあの八代さんとそれこそあのすっげえ掛け合いしてたところあったじゃないですかあの瞬間楽しくてめちゃ楽しかっためちゃめちゃ楽しかったんですよめちゃくちゃ楽しかったノリノリで芝居しちゃってまたうるせえってこの兄弟うるさいよこの兄弟うるさいはい今日もうるさいねーって俺はそれこそ咲やってちょっとさ俯瞰した視点で見れててどっちもとも戦ったことがあったから結局全然違う生き方はしてるんだけどでも結局 同じ方向に成長していたんだろうなっていい意味でも悪い意味でも周り見れなくてでも自分の中に信念があるっていうなんかまるで生き方は違うけどこう心の底のシーンは一緒な感じのお芝居がこうどちらからも出ててだと思う偶然,偶然それがめちゃめちゃなんかそうはから見ててまあ昨夜やりながら「いやこの2人なんかうわっ 兄弟だと思いながらそれはすごい脚本であり作品ですよだから作品がそうさせてっそうですね熱量はこういうふうにお芝居してほしいっていうなんか感じ取りやすかったというかこうしたくなったみたいなそう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 まああのキャラクターの話してきたけど改めてこの作品のこの新選組だけどそうじゃないオリジナル感めっちゃ入ってるこの作品最初見た時どうでしたいやあのね 言い方がすごく難しいんですけど僕が大好きなこの言い方が正しいかわかんないんですけど、はい、古き良きじゃないんですけど<ー>かるトラなんかね伝統的な<う>王道感という,かう王道感もあり、はい、その王道の中に だからこそ成立しうるとんでも感、はい、これちょっとあの高木さんとも喋ってたんですけど、はい、なんかいいよねやっぱこのはちゃめちゃにうわーってみんなで戦いにしろギャグにしろうわーって盛り上がってシリアスな時はどんどんバッてシリアスになったりでもちゃんとキュンとしたあの色恋的なところもありつつなんかこうひっちゃかめっちゃか飛び出てるようで実はでもちゃんと同じ箱の中に入ってるみたいなびっくり箱みたいな。 すごいいい素敵な言方だねどんなものが次出てくるんだろうみたいな面白さがあるから俺はずっとやっててもめちゃくちゃ楽しいし他の人を聞いててもすっげえ楽しいしトッキーもなんかその「トッキーが気の毒だなどういうこと?」だってさ「いやこれは俺がんか一人でこの作品を考える上で」 俺自分こうしよっかなとかさこの人こう来てくるんじゃないかなみたいな若くとともにでも咲夜というキャラクター性が故にあのキャラクターはこのとんでもびっくり箱の中であのままの平常心でいてくれるからこそ個性がなるじゃないだから我慢しなきゃいけないじゃそうですね。 やしょうくん、大正解。ハマってんじゃねえかなみたいな。ほぼ、ほぼみんな好き放題やるじゃん。いや、だって毎回毎回。いいの。あの、ずっとどきさ。 監督にはバレてて、いろいろちょっとずつちょっとずつ出してるよね。本当やりたいんでしょう。そうそうやりながら頑張って抑えてるのもバレてて。ダメよ。そうね。まだやダメよ。そうだよね。っていうだダよ。そういうそういうの全部分かってくださってるねあの方たちでやれてたのも本当楽しかったことかなって確かにね。そこも共有できてるとやっぱそうですね。スタ熱量とか理解が変わってくるしオリジナルだからこそでもちょっと文言変えてみたりとかしても結構ねこう成り立ってたり。 とかなんか素敵だねってなったりもするし <laughs> それすげえ感じてたんだよ、うん、なのにめなんか難しい言葉言わされるじゃん <laughs> <laughs> そう一番大変なこと葉言われるから <laughs> 結構しゃべってからね好きなことを一番も知ってい<う>とあのパッションで,でそうなのよ喋るんですよいないとそうなのよ、えー、<laughs> だからねか大変だろうなみたいな <laughs> <laughs> のは実は思ってます。ありがとうございます。でも見てくださってね。逆にでも特技だからこそみたいなとこもあるから、なんかすごいいい座組だなって幸せだなと思ってますさあということでそろそろでもお時間がねだいぶ切てきました。ないな。あのもうえ次がね最終話になるわけですから、ちょっとそれぞれで一言ずつね。いただきましょう。じゃあじゃあまずからと吉岡からね。えそうですね。あのまずはあそうですね。何よりも個人的にはその月と どううなるのかっていうところ、うん、そして月とと一番星の関係性含めてですね、うん、え見ていただきたいっていうのがまあ一点とそしてやっぱこのオリジナルアニメっていうのは誰もが先どうなるかわからないっていうそのワクワク感っていうのは本当にオリジナルだからこそだと思いますし、うん、そんな中でこう役者一同結構このキャラクターここまで可能性あるんじゃないかみたいな。 そういういのをこう探りながら楽しみな,りながらやってる作品なのですごく楽しい雰囲気で収録させていただいておりますんで是非最終話も楽しみにしていただければと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました 次は僕から失礼いいたしましますす、えー、役の時春一でございます、えー、本当にもう八代くんの言ってくれたその、まあ、びっくり箱のようなっていう世界観、うん、本当にそのまんまでは敵だな表現だなと思ったんですけどそれがいよいよ一番最後のびっくりが最後飛び出してきますので、うんえー、皆様が本当にこういうなかなかみんなで一緒に撮れない中でも本当にうまく皆様が個性を出し合って素敵な作品に仕上がってるんじゃないかなと思います。それの一つののつ、まあ、完結編というか、えー、あの まあ一番の盛り上がりが十二話に登場しますのでぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。最初はもうよろしくお願いいたします。ありがとうございました。あすさあそれではね一番星お願いします。はい改めまして一番星役の佐藤源です。いやあの本当に最終回実はキャスト的にも。 あれあいつが出てくるのっていうのがちょっとびっくりする人が出てくるのかもしれませんし <laughs> まあねあのー、やっぱり歴史上に実際に沿った話ではありながらも最後の最後にこの展開になるのかっていうのは多分ね誰も本当に想像がつかないような結末が待っていると思いますのでそれはね本当にあのお見逃しのないように最後の最後まであのこの新選組一同そして月となどみんなどうなっていくのかをあの楽しみにしていただけたらと思いますのでどうぞよろししくお願いいまますす本当にありがとうございますよろしくお願いします。 いやめちゃめちゃ多分一番話したかもしれないよ。え本当に確かに。あと2時間ぐらいしゃべりたい。喋りたいんだけど。そうあの本当みんな皆さん言うですよ。まだ喋りたいことあるっていうのが。なんかね本当にこう機会あったら全員がやりたい。揃う機会でもうしほっちゃかめっちゃかになるでしょ。朗読劇なんてイベントでやった日にはボリューム調整が大変だよね。なめたなめよ。俺あのマイクぶっ壊す勢い。 そもそも会場のマイク僕はしやらないとやりたいねやりたいですねやりたいねという夢を胸に今日はここまでといたしましょということでお相手は一番面白い役の佐藤玄と作夜役の時秀一と月田役のやしろ拓でしたせーの次回もお楽しみに一緒に行きましょう行きましょうせーの次回もお楽しみに